ものづくり匠の技の祭典2021をご視聴いただきましてありがとうございます。皆様こんにちは、レポーターの小川です。ここからのお時間は日本の匠の技が凝縮された素敵な作品をご紹介したいと思います。今回ご紹介する匠の作品は家・建物を創造する技能、全国建設労働組合総連合東京都連合会による技能五輪優秀作品です。お話をお伺いするのは全国建設労働組合総連合東京都連合会指導員片岡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。それでは早速視聴者の皆様に建築大工の匠の作品をご覧いただきましょう。はい、ありがとうございます。一番最初にこの四方転びの脚立というものなんですけども、はい、これは全県総連の、主催する全国青年技能競技大会というもので、35歳以下の人たちが、各都道府県で予選をやりまして、その予選をやって、上位金賞銀賞の人たちが集まって約80人前後ですね、それで、この競技をして、金賞を取った作品なんですけど。素晴らしいです。木くじを使ってその、はい、基本的な、四方転び、高校弦法を使って作るものなんですけども、神社の鐘つき堂ですとか、御手洗とかで足が踏ん張ってる建物が、みんなこういう作りになってますね。釘とかビスを使わないで、全部補助で構成されているもので、見た目もそうですけれども、寸法制度そういうものも全て問われるものなので非常に難しいものですね。はい、強度もしっかり安定しているんですかね。はい、そうですね。素晴らしいです。で、続いてこちらは技能五輪、はい、こちらは23歳以下の人たちで競い合うものなんですけども、もう見ての通り非常に複雑で、どこから手をつけていいかわからないような品物なんですけども、これを作るにはまず図面を描いて、下にある図面、下にある図面なんですけどね、これが半分の図面なんですけども、この平面図を描いて各部材の今度引っ張っていって展開図を描く、この炭木でしたら炭木の展開を持ってって1面2面3面展開、この筆だるきですとこの筆だるきを引っ張っていってここに筆だるきの2面展開、そのように展開図を全部描いて、その後今度木を木削りということで、四角い木を全部この山形に削って、それで今度その墨をつけて全部墨付けをして提出しまして、それも採点していただいて、で次に帰ってきたら今度刻みをやります。でこの技能五輪の難しいところは、刻んでる途中、つけて確かめたくなりますけども、2部材までしかつけてはいけないと。例えば、この柱にはこれだけの数が刺さってますので、できれば全部つけてみたいですよね、それをやってはいけない、この下のものでも4個全部くっつけて確かめてみたいんですけど、2部材ずつしかくっつけてはいけない、3部材つけるともう限定になってしまいますので、そういうすごく難しい、大会になっております。すごい高度な技術が求められるということですよね。ありがとうございます。こちらの作品も同じく金賞を取られた高田さんが作られた作品で、そうです、こちらもこれは銅賞ですね、銅賞を取られた高田さんの作品で、こちらは小坂さんが作った同じく銅賞の作品です、同じようなものの五輪の大会のものなんでね、素晴らしい作品です。高岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。